東急電鉄の路線網は大変難易度が高く、そこつながってるのとかね、いろいろそういう、この角度でこれはどこへ行くんだ、並行してるのかな、よくわからないところが結構いろいろあるんですけれども、私もね全部今では覚えていますが、皆さんに今回見ていただくのはここです。東急の中でも多分一番異質なところだと思います。この長津田から子どもの国までわずか2区間だけ伸びております子どもの国線のご案内を今回はいたしますので、よろしくお願いします。この子どもの国線というのは本当に異質なところで、ここに改札があるんでついスイカをタッチして乗りたくなるんですが、ノロルンがちょっと待ってくださいよと随分慌てた顔をしておりまして、ここは田園都市線の改札です。子どもの国線はこれ壁沿い階段を降りたところにありますよ。東急の路線なんですけれども、ここから改札は入ってはいけないということになっています。じゃあその乗り場の方へ向かってみよう、進むんですけども、これ案内がこういう風にあるから分かりやすいんですが、これも違いますよ。これも田園都市線の改札だからやっぱり入っちゃいけません。乗り場はそこにあるんですけどね、降りてみるとそのままプラットフォームがここにありまして、改札がありません。このように普通に外なんですよ、無人駅になっています。でそこに電車がやってくると、2両編成の短い電車です。羊のラッピングがされておりまして、羊電車と書いてあります。東急電鉄はいろんな鉄道会社合併したりとかして複雑な路線網を形成してますが、多分ここがその中でも一番いろいろあったところです。子供の国という平和そうな名前なんですが、もともとは軍事路線でした。日中戦争中、そしてすぐに太平洋戦争も開戦するような1941年にこの路線ができました。で当時から子どもたちを乗せていたわけではなくて、当時は弾薬、爆弾とかも運んでたのかもしれませんが、主に鉄砲の弾とかそういったものを運んでいたそうです。今は東急電鉄の運営している路線ということになっていますが、この左手のホームよりさらに奥、あそこに JR 横浜線が走っておりまして、もともとは国鉄線などとも連絡をして、この子どもの国線とそれから国鉄線とがつながり、弾薬物資の輸送をしていたそうです。要するにここからしばらく行ったところに弾薬を置いておくための倉庫があったわけです。戦時中、そして戦後もアメリカ軍に占領されて長らく弾薬の倉庫として使われていた場所ですが、戦後しばらくしてから子どもの国という平和的な場所になりまして、現在はそこまでのアクセスを東急電鉄が担っているわけです。ところが乗っているお客さんの雰囲気を見ると、そんなに子どもたちは乗っていません。一人も乗っていないかもしれません。むしろ普通に大人たちが利用している路線です。もともとは子どもの国へのアクセスのためだけに維持されていた子どもの国線でしたが、現在では沿線の宅地開発によって通勤通学路線という性格が大変強くなりました。しかしもともとは工場への引き込み線、工場ではないですが、引き込み線というのは大体このように結構険しいカーブなどを持っているものです。この急なカーブを通過するとき、車輪とレールが擦れ合い、そして大きな音を立てます。キーキーという音、それが沿線の住宅街の迷惑にならないようにと、東急電鉄ではこの辺りのカーブに対し様々な騒音の防止対策を行っているそうです。今非常に慎重に長津田の駅を出てきましたが、これももともとはこのカーブで音を立てないようにするためのもの。速度制限は20キロとか確かそれぐらいだったかと思います。さらにレールの内側にもウレタン、これを貼ることによって随分音が防止されるんだそうですけれども、そういったものを貼り付けてかなりいろいろと頑張っています。宅地開発がされる前はそんなことしなくてもよかったんでしょうけどね。レールの内側を見るとさっきまであった黒いものがなくなって普通のレールになりました。ここからは騒音を立てる心配はそれほどない区間にどうもなるようです。次の停車駅は恩田です。もともと恩田駅というのは存在しませんでしたが、この子どもの国線を通勤路線に改造する際に列車の本数を増やすため、行き違いをするために駅を増設したのでした。ところでここにはこのように8500系の廃車帯やら随分様々な鉄道車両が並んでいます。この駅には東急の主要な工場恩田工場が併設されています。こちらは幕式の表示の8500系、今残ってるのは全部 LED 方式ですからね、あれは結構珍しいですよ。この子どもの国線は子どもの国へのアクセス線、そして通勤路線という役割のほか、さらに恩田工場へのアクセスのための路線という役割も持っています。整備を受けたり廃車される車両がこの恩田工場に運び込まれてくるわけです。2
少し S 字にカーブをしている権田の駅に到着しました。ホームが少し長めに作られていたような気がしますが、多分なんですけれども、この子供の国線はもともと子供の国への輸送需要が伸びるときには4両編成なんかでの運転をしてましたんで、そのためにホームが長くなっているのかな。ともかく次の駅が終点の子供の国です。子供の国線はわずか2駅しかありません。もともと簡単な引き込み線だったわけですから、間駅が1つ増設されただけでも、まあ、結構大きなことかと思います。ところでこの辺りで線路の右側にススキが生えていて、何やら空き地、不思議な空き地がありますが、これ多分なんですけれども、この子供の国線というのは後でも紹介しますが、現在の終点となる弾薬庫のあった子供の国周辺のところに2系統にわたって伸びていたようです。子供の国にたどり着く少し手前で2方向に分岐して、そしてそれぞれ別々の場所から弾薬を運び込む、まあ、もしくは弾薬を運んでくるということをしていたそうです。険しい右へ左へのカーブを曲がって、ご乗車ありがとうございました。まもなく子供の国終点です。案内にあったように終点の子供の国駅に着きます。帰りは見ると小さな子供たち、遠足帰りの子が多いみたいですね。今この列車には通勤通学の人たちがちょうど帰ってきているところ、そういった乗り方しかしていませんが、やはり子供の国線らしい光景もこのように普通に見ることができるようです。終点の子供の国駅の脇には駐車場が広がっていて、昔はここで貨車の取り扱いなどをたくさんしていたのではないかと思います。あっという間に到着です。ここが子供の国駅です。私も初めて来ました。やっぱり帰りは子供たちの利用が多いですよね。そういうもんですよね。現在はここで終点となっていますが、昔はこれからさらに先まで線路が伸びていて、弾薬庫のすぐそばまであったそうです。そしてここに来て初めて自動改札を目にしました。駅員さんはいないんですけれども、来る時に改札入っていなかったわけですから、今何にもしていない私のスイカがここにあるんですが、これタッチすると改札が開くんですね。これちょっと気になるんですけど、もう一回運賃払えるのかな。別に払っても大丈夫でしょ。あ、もう一回出場しちゃうとダメなんだ。普通は改札に入ってないと運賃払えないんですけれども、改札入らなくてもこれピッとやって出場できるということは、何度も何度もタッチしても運賃が無限に払えるんじゃないかなと思って、まあ、そんなことしても何も楽しくないんですが、まあ大丈夫です。別のスイカがあるんで別に全然乗ってないんですけど、もう一回運賃を払えば出ることができました。子供の国線は東急電鉄の中でも運賃がここだけ独立しています。子供の国から長津まで160円、次の恩田でも160円、全部無人駅ですが運賃は均一なので、どこかで改札タッチしなければ出ることができませんから、不正乗車の余地はありません。まあ、このように運賃を無限に払うことはできるかもしれないですけど、危険物品持ち込み厳禁って書いてありますね。昔はもうバンバン持ち込んでたと思うんですけど、さて現在はさっき言いましたね、この右手のところで終点ということになっていますが、昔の廃線跡はどうなっているのかというと、まあ、普通にこの道をね、あのローソンの脇のところこのまままっすぐ行っていたそうです。その廃線が渡っていたと思われる川とかもあるんですけど、もう整備され直しちゃってまして、昔の鉄橋の名残とかなんもないですね。子供の国って初めて来たんです。結構いいとこですね。なんかいろいろあるんですよ。入園料が600円かかりましたけど、それは大人料金です。でこの地図をもらってね、丁寧に教えていただいたんですが、このすぐのここだな、ここに弾薬庫跡って書いてある。なんか子供の国線と分岐してて、この私が乗ってきた駅の方からのこの駐車場の方から弾薬庫にアクセスをする線路と、それからこっちの別の駐車場のこっちからなんか中の方に入っていって弾薬庫に行く線路があったらしいんですけども、まあ、今実際に使われてるのはこっちだけなんですが、なるほど、なんかこう物々しいトンネルがあるわけですが、間違いなく陸軍が作ったトンネルだと思うんですけども、鉄道トンネルにしてはでかすぎますから多分違うと思うんですが、トラックとかが通ってたんでしょうね。この中だけは今から80年前の戦時中って感じの、そんな雰囲気ですよ。この壁の色なんかがそう。もともと弾薬庫として使われていたこの施設、アメリカ軍に接収をされて、それが返還された後、現在の上皇陛下のご成婚記念でこのような子供の国として整備されたそうです。当時はまだね、ここに線路がなんか残ってたらしいですよ。でなんか正門の玄関のところへ行くときに、みんな廃線になったその線路の上を歩いて入っていったそうです。タヌキいますね。あれタヌキでしょ。あ、タヌキだわ。久しぶりに見たな、野生は。まあ、楽しいことはなさそうですね。僕は楽しいですよ。通りすがりの家族連れに、あ、タヌキいたからね、静かに行った方がいいですよ、喜んでくれましたね。これも
ゴリゴリゴリとこう山を削って道を作ってますけど、これ全部多分岩でしょ。土、いやポロポロしてるな、よくわからんな。これは岩なんですけど、多分これも陸軍が作ったやつなんじゃないかな。この子供の国駅から廃線跡をたどりながらそのまんま正面の入り口のところ来て、でこっから今ねこんな感じでトンネルをくぐってこういうところに来てるんですけど、要するにこのタヌキとかが住んでるこの山があるから、それぞれの、ね、弾薬庫のところまで鉄道じゃ行き来できないんで、まあ、それでこっち側にもここには跡形もありませんが駅をもう一つ設けたんでしょうね。でも間違いなく妙に縦長のこの空間はかつてここから弾薬輸送をやっていたもう一つの駅の名残に違いありません。あったあったあった、歩いてたらありましたよ、これだ弾薬庫。おー、石垣がどうか分かりませんけどこの辺は当時のままで残ってそうだな。なんかびちょびちょになってるな、こっちから行こう。よし、いいやつだな、これはいい感じだな。へー、隙間がなんかちょっと空いてるのがまたいいですね。どうなってるのか見たくなります。これなんか中はね今電気的ななんかあれとして使ってるみたいに聞きましたけど、全部で33個昔はあったそうです。今は10個だけ現存してるとか。こっちも同じような感じだな。でこういうところから取り出したものを多分ここに大量に止まったであろうトラックとかにボンボン乗せて、それブーンと行ってですね、向こうの方に設置されていた駅のところから貨車に乗せて、で国鉄線まで運び出していたというわけです。弾薬庫結構いっぱいありますね。こんないっぱいあるのか。なんでこんな山の中に作るのかというと、多分なんですけど敵から発見されないようにっていうことなんでしょうね。このトタンみたいなのを使ったあんまり丁寧じゃない締め方もいいな。あそこに2つ、ここにも1、2、ここにもまた3、4とありまして、結構いっぱいあったんですね。まあもっといっぱいなきゃね、それだって大量にも撃ちまくらなければ勝てないような戦争だったと思います。実際勝てなかったわけですけども、こういうところからトラックに積んでいく、で、長距離の輸送、まあ、ある程度の距離のある輸送は鉄道の方が一気に大量にできる、山の中の小回りが効かなければならないところはトラック自動車を使うと。戦前戦中ぐらいはねもうすごく鉄道と自動車の役割がはっきり分かれていて、それぞれの特性をうまく生かしているような気がして、なんか見ててねとてもいいなと思えるような時代でした。高速道路もいろいろ今日本のさまざまなところ伸びてますけど、そうじゃなくて高速鉄道だったらどういう時代になってたんでしょうね。子供の国、平和そうな名前だけれどもいいじゃないですか。こんな真っ暗で自分の足元も全然何にも見えないようなトンネルが円の中に2個、そしてそれほどあちこちには説明はないけれど弾薬庫もきちんと残っていて、たまに展示公開がされることがあるそうです。園内もあんまりちゃんと紹介しないですけれども面白い乗り物がいっぱいあって楽しいところです。これで入園料600円ならいいな。ここも多分他の弾薬庫と同じだと思うんですけど、ここだけなんかちょっと違うな。解説書きがあるけど読む前に想像してみよう。小さな子供ですよね彼は。軍の服みたいなの着てますけど、この方は多分死にゆくところなんだと思いますけど、3本の指を立てて、こっちでも3本の指を立てています。ところがここに、ね、解説書きがあるんですけど、これ見てみたらば、これはやられそうになっているアメリカ兵だったんですが、倒れていたんですが、ちょうどやってきた日本兵が銃剣でとどめを刺そうと思ったけれども、やっぱりやめて、もう君は戦闘力もないんだから傷には手当てをしておいたから、だからもう君じゃあとりあえずこれで無事に生き延びろよ、じゃあなみたいな、そういうシーンだそうですね。子供たちにその精神を伝えていきたい、そういうことがあったのかもね。その向かい側にはこんなのも、井戸で水を汲んでみよう。この井戸はさすがに戦時中のものじゃないと思うんですけど、このポンプが戦時中のものでないとしても、多分水脈そのものはきっと戦時中のものなんでしょうね。へえ。
懐かしいね。懐かしいっていうか別に井戸で水を汲むような体験は生まれた時はしてないですけど、夏は冷たく冬は暖かい水です。冬も冷たかったですけどね。まだ4時になったばっかりなんですけれど、日が短くなりましてもうこのように暗いです。そんなところでこういったものが口を開けていて、周りに人はなく、大人の楽しみ方ができたかなと思います。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。そして最後ごめんなさい、終わりにしようと思ったんですけど出てきたんですが、これですね、歩道橋に乗ってまたあっちの駅に戻るんですけども、タヌキのトンネルって書いてあった。見たらね、車が危ないんでこの辺のタヌキは歩道橋を渡るそうですよ。だからタヌキ用の道を作ってやったらしいです。